にちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日もジャズボーカルの溝口恵美子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、喋り出すとキリがないんですが、まあ、ウィアムストロング前回お話ししたんで、そこから、恵美ちゃんが、やっぱりこう、ビリー・ホリデーの話するのに、ここは抜けないという話で、俺も全然わからんかったけど、ビリー・ホリデーは、まあ、僕もジャズの歴史やるのにやっぱベッシー・スミスってめっちゃ調べたけど、ブルースシンガーの感じとルイ・アームストロングみたいな感じやったっけ？いや、だからなんかビリー・ホリデーの何かで読んだかなんですけど、私もちょっとうろ覚えだけど、すごい感銘を受けたのは、ビリー・ホリデーはベッシー・スミスのような声で、ルイ・アームストロングのような、まあ、ヒップな、そういうリズムというかタイムというかで歌いたいということをなんか本人が言ってたのか書いてたのかを見たんですけど、それ見た時にもう本当その通りやなって思いました、うん、なるほどね、うん、ビリー・ホリデーっていう人が出てくる、まあビバップ時代の御三家って、エラ・サラ・カーメン、エラ・サラ・カーメンなんやっけ、みんな結構そうやって言うんやっけ、まあ、エラ・サラ・カーメンっていうのは御三家桃江ちゃんなんとかよくわかんない、松田さん御三家って何なら言うね、まあ、エラ・サラ・カーメンっていうかな、結構ビリー・ホリデーはまたちょっとちょっと前やねよね、やっぱり日本のちょっとやけどね、まあこんな感じで調べた、そうやね、やっぱサッチモと、ちょっとサッチモの妹みたいな、あーなるほどなるほど、なんかね、スタイルとしてもそうやね、録音の残り方とかもさ、ああうん、じゃあやっぱりこう、まあ、ビリー・ホリデーって書いてある書籍も結構あったりして、なんか、御三家って言って、で、まあこう、まあここから聞く必要もないじゃないんやけど、こうね、ただ、ジャズのなんかこう、コンピレーションっていうか、なんかこう、ジャズ聴こうみたいな、こう、なんとか集、ジャズボーカル集って出てくると、ほとんど絶対入ってんねやんか。あ、まあそうやろな、まあ、すごい強烈やもんね。うん、まあ、エラーはすんとこの間言ったみたいに、とにかくスインギーに歌うタイプで、サラはとにかく俺テクニカルやと思うんやんか。もうスピード感とテクニカルがすごくて。ビリー・ホリデーはもうほんまブルースの人って感じが俺はしてたんやけど、なんかこう、なんかビリー・ホリデーの良さっていうのは昔先輩にわからんから、ビリー・ホリデーってどういう風にいいのって聞いたら、サックスの先輩が、やっぱり音色と、やっぱりブルースやよね、みたいな。日本で言うと、有価団みたいな感じちゃうかって言われて。あーみたいな。なんか、すごいなんかそこで納得して。うん。有価団ってすごいこう、日本人の心をつかむよね、みたいな。あの感じがすごくこう、感じるよねって言われて。あ、そうか、なるほどねって思ったことはある。うん、だから、やっぱアメリカ人とかにこう、アメリカ人ってその変なくくり方やけど、向こうに、アメリカ行って、こう、ミュージシャンといっぱい喋ってた時に、やっぱりジャズボーカルって誰が好きなんて言ったら、やっぱ、まあ、この話が、3人がの話が出ると、やっぱり心打つのは、やっぱビリー・ホリデーでしょうっていう人多いね、やっぱり。うん、だからやっぱ言葉の感覚なのかな、なんかそういうのは。その辺は、エミちゃん的にはどうなの？まあ本当に、ね、これを、なんか見てくれてしか何を聞いて何を感じるか、まあ、100人の人が聞いたら100人の人の聞き方があると思うんですけど、なんかね、1回目の時に、まあ、若い時に濃いもなんていうかこう聞けなかったものがまた良くなるっていうのとかもあるけど、でも若い時にバッてハマる人もおるやろうし、うん、すごいそれはもう様々やから何とも言えないと思うんですけど、黒田君が言った時通り、なんか今言ってね、ちょっとだけ、まあ、エラなんかとは年齢は変わらないみたいですけど、ちょっとだけ前なんよね。だから、やっぱり、黒田くんも歴史の中で、まあ、今回のこのテーマなんやと思うんですけど、なんかやっぱちょっと1年や2年でもやっぱすごい違うことがいっぱいあって、その中で、やっぱり、ブルースっていうものしかなかったところからジャズみたいなのが生まれるあたりにいるから、やっぱり 色濃いんよね。なんかその全てにおいて、なんかビリー・ホリデーの、さっき今ちらっと喋ってたけど、そのバンド自体もまた違うし、なんかやっぱりこう、サチモとかビリー・ホリデーを私はちょっと一括りじゃないけど、その後エラとかサラとかカーメンっていうのはその後って感じがちょっとあって、
なんかやっぱブルース、でも言った通りそうね、ブルースなんやと思うね。で、まあ、独特、そのサッチモのタイムでヒップにっていう、その言葉も本当そのまんまでヒップですよね、ビリー・ホリデーは。もう、だもう本当にたまらないですよね。何がどうなってあんな歌になるのかって感じやけど、でもサッチモの音とかスイングのフィールがもうグッときてたまらんみたいなんと同じような、こう、もうやっぱりビリー・ホリデーにはそこがあるよね。本当にそう思まあだかう。ら、まあ俺この3人で一番なんかこう、よう聞いたアルバム言うたら、まあまあ、まあ、なんか、何やったっけ、ベルリンのやつとか、エラの？エラ・イン・ベルリン。あの辺とかめっちゃ聞いたけど、俺結構すごい学生の時にめっちゃいいなと思って聞いたの、このサラーボーンのこの、いやー、もうこれはもうほんまにやばいよな。これ枯葉って売られてて、枯葉って売られてて、で、枯葉メロディー歌へんやん、これ。で、枯葉何曲目に入ってますかっていう、で、問い合わせがめっちゃ多かったらしいよ、これ。まあでももうほんまにこの枯葉は、なんていうか、多分全ジャンルの音楽聴く人がひっくり返るんじゃない？そうやな。何これってなるんじゃない？いや、だって、そう、メロディー歌へんでどういうことやねんみたいなとこもあるし、でもすごい、もう圧巻やよな、あのスピード感とな。まあ、サラはもうとにかく圧巻やな。圧言うてて、ドラマがハロルド・ジョーンズやから、さらにこう、伸び伸び歌ってて、みたいなのがあるよ巻。な。ねえ、だから皆さん、そのそれぞれ、やっぱミュージシャンとの相性があって、もうビタッとくるメンバーとやってる時にやっぱり名盤が残ってると思うんですけど、まあそうやね、サラとそのハロルド・ジョーンズの関係っていうのはすごい素晴らしかったよなと思うね。ハロルド・ジョーンズももうサラがすごい好きやったよなと思うし、まあ、このアルバムに関してもメンバー全員がなんかこうビタッと来てるし、まあ、ちょっと強烈やな、これはな。これはまあ、誰が聞いても、まあ、すごいね、ラブダンスとかみたいな、こう、結構、普通のふわっとした感じ。まあ、音楽的にもすごい難しい曲やけど、なんていうの、聞きやすい曲もいっぱい入ってるしね。すごくいいと思う。これがサラは何歳ぐらいなんやらね、まあ、ちょっとだから最初の方じゃないけど、ちょっとなんか高校ほんと、生まあでもすごいやるかも。ね。このアルバムはすごいですね。一回みんなもしよかったら聞いてみてほしいですね。で、まあ、でもさっき言った話で、ビリー・ホリデーやったら、まあ、エラーはこの間紹介したもんね。やっぱり、レディー・サテンやんかなっていう話をしてたんやけどね、二人で。こう、レスター・ヤングと、このビリー・ホリデーの、これコンピュレーションっていうか、こう集めた、オムちょニっとね。バスあるやんか。レスター・ヤングと、二人がやってるやつを、こう、集めたやつ。私はね、なんかやっぱレスターとビリー・ホリデーの関係性っていうか、やっぱすごかったよなと思うよね。なんかシンガーはまあ歌ってんねんけど、ジャズシンガーってその周りのミュージシャンに影響されてさ、まあやっていくわけでさ、ビリー・ホリデーはほんまサッチモをずっと聴いて聴いて聴いてやっぱ歌ってたと思うんやけど、その中で、まあ、レスターとの出会いっていうのはやっぱすごく大きかったと思うね。なんかお互い分かり合ってたと思うし、なんか新しかったと思うし、まあ、ビリー・ホリデーってそれまでにこんな歌い手がいなかったわけなんか、そんな中で出てきて、まあなんか2人のアンサンブルって、まあ2人だけじゃないんですけど、なんかやっぱその関係性というか、なんかこう聞いてるとなんかうっとりしますね。これはなんか管楽器の誰かに聞かれたんやっけ？管楽器と歌でいいアルバムありますかって。なんかそれはなんか、まあそう、まあ私レスター・ヤングもすごい好きなんですけど、レスター・ヤングだけのアルバムもすごい好きで聞くけど、なんかその管楽器の後輩の子に、歌と管楽器が一緒にやっててなんか好きなアルバムとかありますかみたいな話になったから、どうかな、さ結構難しい質問やなって言いつつ、まあ私このアルバムをよく聞くねみたいな話をしたことあったかな。まあなんかほら動画でも残ってるやん、レスターや、何やったかな、なんか、どれやったっけ、とにかくね、レスターがソロするときに本当にビリー・ホリデーがうっとりして聞いてるさ、のとかあってさ、本当にこう、好きやったやんなと思うね。そうやな、やっぱレージングとかがすごい好きやったやろなって
ミュージシャン同士でこう惹かれるとちょっとやばいもんな、こうなんか。俺らってさ、こう、普通の人って人生で音楽って10分の中で、10ある中で1か2やったりするけど、俺らって9ぐらい音楽やんか。だから、まあ、そこがシンクロしてしまうと、なんかこう、すべてが持ってかれてしまうとこあるよな。そうかもな。うん、まあ本当にレスター自体が、他のその頃のやつとか見てたら、そのソロして、まあレスターが吹いてみたいな時で。だから今はそれが私らは当たり前にあることが、その頃にはなかったことをやっぱり全員やってるわけで、そういう人らは私ら聞いてるから、その息吹を感じるとき、なんかやっぱすごい、きっとなんていうか、なんかドキドキするな。すごいこの2人がなんかそういうふうに音が重なってるときとか、やっぱな、聞いててなんかいいなと思うな。なんかこの間なんかコメントであって、なんかジャズってなんか今聞いても新しいですね、みたいな感じを書いていただいた。やっぱこの当時すごかったよね、やっぱりね。いや、すごいよな。もう古いも新しいもないからね。普遍的やからね。もうえげつないよね。まあでも、今なんかさ、こういうサウンド普通にあっちこっちで聞けるけど、この当時はだからなかったわけっていうか。そうよ、そうよ。ほんとさ、ほんと考えたらそうよ。だってほんとクラシックとかから来て何もなかったんやからね。だからサッチモとビリー・ホリデーに関してはさ、あの録音がね、やっぱりエラとかサラに比べたらちゃんとしたいい録音が少ないからね、そこでなんか私たちもアルバムを選びにくいとこあるよね。なんかこう聞いても、なんかその俺らの場合はどうしても自分たちで勝手にイコライザーかかるというか、なんか多分こうね、それほどいい演奏でなくても、あ、多分こんな感じやるって勝手にイコライザーかかるやんか。あ、だから録音のまま聞くんじゃなくて、想像して聞くっていう。想像プラスされてるから、なんか、若い時に聞いた時はもう聞いたまんましか入ってこなかったけど、今自分で演奏してるから、プラスアルファ入るねんか。まあそうだね。そういう意味では別になんか、今なんか、チャーリー・パーカーとか昔聞いてみって言われたけど、何この演奏、なんかこうな、立体感もなくてさ、全然、なんか、うんと思ったけど、今聞くとめっちゃいいと思うけどね。めっちゃいいところじゃあよ、もう本当にもう信じられないわ、信じられない、本当に。チャーリー・パーカーはもう本当に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 チャーリー・パーカーが、まあ私なんかはですけど、もう本当にもっと聞こえるようになりたくて今一生懸命頑張ってる感じが、それはもっと聞いてみたい、もっと彼の歌を聞いて。だからこう、あの人なんてこう、人間的にはまあこう、まあ、ドラえもんで言うとジャイアンみたいな人やったわけじゃないですか。なんかこう。誰？チャーリーパーカー。チャーリーパーカーな。あ、そうなんや。もうお前のものは俺のもの、俺のものは俺のものの人でさ。マイルスと一緒におるときに、マイルスのが持ってきたものを片っ端から売っていくわけやろ？なんか。そうなの。ええ。自分の薬のために、こう、いろんなもの売ってったり、だから、ライブやっても全然ギャラ払ってくれへんくって、みたいな。あ、そうなんや。へえ。でも、なんかこう、マックス・ローチとかはもう、まあ、やっぱりね、音楽的にパーカーが好きすぎて、だから、もうパーカーが言うんやったらええやんけって、マックス・ローチがよく止めてたらしくて。うん、でも俺らも生活できへんからみたいな、要はそんな小競り合いがあったらしいけど、なんやそれみたいな感じで、なんか、チャーリー・パーカー・クインテットって書いてあるのに、チャーリー・パーカーが3回に1回しか来えへんねんって。ライブハウスに行くと、チャーリー・パーカーが来るかどうか分かれへん。どうも来えへんちゃうかって。でも、パーカーの名前が出てたら、お客さんはもう満席で立ち見になってて、3回並んだら見れるんやったらっていうぐらいの人だったらしいよ。へえ、なんかすごい ね。しかも来る時もワンステージはもちろん入ってなくて、ワンステージやってる途中で一番後ろの席込み込みなのに陣取ってなんかステーキ頼んでそれ食べてニヤニヤ見てて、で君たちもちょっと上手くなったねって言ってパッて上がって2ステージ目吹き始めたら、もう先週やった頃とかもう別人ぐらい上手くなってて、もうみんながこうオロオロして、でもなんかこうこのサウンド忘れんとこって思ったっていうぐらいすごかったやって。上手くなってるっていうか、だからどんどん次のもっと新しいことを持ってくるっ
言ってくれる。いや、そうなんだからさ、いや、そうやねん。だから別に、いろんなこと、まあ、いろんなね、あると思うんですけど、本当に新しいことをやっただけですからね、チャーリー・パーカーは。今でこそだからそれがバイブルになってしまったから、私なんかも、だからなんか、そういうふうに最初聞いちゃったから、なんか、すごいバッてアイドルにはならへんかったけど、あ、ほんと現代音楽として聞くようになって、なんか、そのつもりで聞くとも、そのつもりで聞くとっていうか、まあ、すごいよね。もう、えげつないとしか言いようがないけぶっ飛んでるよね。よう、あの速度であんだけのことするな、みたいなね。ど。いや、もう、だってあれね、本当に、いや、すごいですよ。やっぱすごいですよ。あの時代に生まれたものっていうのは、なんかもうすごいと思う。本当に。まあでも、ほんまにああいう人が起こることによって、なんかこう、バーってこう、ジャズが変わっていったっていうのもあるけど、本人はな、やっぱりこう、なんか、インタビューで、やっぱりその、天才性の話をされたときに、やっぱりダイヤっていうのは、やっぱり、磨かんと聞からんよって、こっそりめっちゃ練習してたんやろなと思って。で、だからその、3回2回しか来えへんかったのも、なんかこう、プレッシャーとか、練習とか、なんかそういうので、意外となんか強がってるけど、そういうところでこう、やってたんちゃうかなって俺は思ったりすんだけどな。だからジャイアン的にも見えるけど、実はなんか、すごいシャイで、みたいな、なんかこの、なんかその、すごいって言われ続けなきゃ自分がアイデンティティ保てないから、すごいって言われるぐらいのレベルにまで達してないと、ライブに行ったら、この間と一緒だと思われるの嫌で、だから、もう、めっちゃ練習してたとか、そういう感じなんちゃうかなって、俺は思ったりするんだけど。まあ、すごい探求心やったと思うんですけどね。ね。まあ、そういうレスターとこ、まあ、ビリー・ホリデーのこの書いたんやけど、やっぱり結局ジャズシーンがあって、そういう周りに影響されながら、今言ったような、黒田君が言ったようなことに、みんなが感化、ミュージシャンもされるのと同じように、やっぱみんな感化されながら行ったんやと思うんですけどね。だから、その中でも、そのビリーは、そういう意味ではスキャットもしなかったし、そのブルースのシンガーの、なんていうか、その中でって感じがあるけど、エラーとかで、まあ、特にサラはまあピアノも弾けたし、まあ、よりサラはやっぱそういうのを理解した上で、さらに自分のボーカルスタイルっていうのはやっぱ気づいたんやと思うんですけどね。そこがやっぱりすごいと思うんですけど、その、まあ、ジャズボーカルでよくやるフェイクとかっていうのも、その本当に実にサラのフレーズでやっていくんですけど、で、さっきテクニックって言わはったけど、まあ、もちろんサラはすごい歌唱力としてもすごい人やし、まあ、まず楽器がもう彼女の持ってる、もう楽器がもうそんなんね、あんな楽器持ってるみたいな、ね、話じゃないですか。だから本当にすごい楽器を持って生まれてしたと思うんですけど、まあ、すごい、こう、ミュージシャンシップというか、音楽のことよう分かってたとは思いますね。で、その中で、でもなんかこう、なんでしょうね。割と自然にやってた感じもあるんですけどね、サラってなんか。まあ僕らにはでも結構独自やね。努力もあるやろうし、これな、今ちょっと話してないから言っとこうと思った。ジャズボーカルってそもそも何なんてよく聞かれる。ねえ。その話になったらもうそんな、だから、本当。なんかな、こう、まあ、こう、何やろう。ジャズって、こう、管楽器とか楽器の人からすると、アドリブの楽器とかいうところがあるやん。アドリブするか言ったら、ジャズボーカルってスキャットせえへんが、ビリー・ホリデーはジャズミュージシャンって、まあ、ジャズやろ？だけど、スキャットせえへんや、みたいな話をしてて、で、この間、めっちゃ面白いことを言った人がいて、ジャズバンドの前で歌ってたらジャズボーカルやる。でも、まあ一理は、大きな意味で言えば一理はあると思うな。それは、そういうことではあるとは思でもまあ、なんやろね。やっぱりう。こう、でもなんかこう、これってジャズっぽいよねとか、これってジャズっぽくないよねって俺らやっぱ思うやん。こう、歌的に。なんか。なんかこう、やっぱりこう、
葉がスイングするとかそういうところにあるのかな、やっぱり。もちろんそういうのはめちゃくちゃあると思うし、まあ、何でもそうやけど、別にその音楽の中でのグルーヴの中でどう一緒にそれをできてるかっていう話にはなると思うんですけど、まあもうそんなジャズボーカルって何かっていう前にジャズって何かっていう話になってしまうから、もうあれやけど、まあ一個言えるのは、だからそうやね、でも、まあ、この時代にはサブカルチャーではなかったから何とも言えへんけど、まあ本当に今はサブカルチャーの中の、その中のまたサブカルチャーみたいなジャズボーカルは一にあるような気がしますけど、まあ、歌はどこまで行っても歌やねんな。さっき1回目にもなくて、なんかそこはすごい大事というか、結局はなんか歌として伝わるかどうかみたいな話になるから、そこがなんかいつもね、なんかミュージシャンとのなんか、なんでしょうね、いろんな葛藤が生まれたり、論議が生まれるとこやとは思うんですけど、まあ、後ほどまた新しいシンガーについてもなんか話すのかもしれないんですけど、この時代はやっぱもう一緒にもうとにかく、アフターアワーズも一緒に過ごして、ねえ、そう、なんか黒田君が、一緒にいろいろツアーしたなって私のことも言ってくれたけど、まあそういう感じじゃない、もう本当にそういうバリバリやジャズをやってる男の人の中入って一緒にバスでね、エラでもずっとツアーして、その中でアフターアワーズでまたみんなセッションしてる中にもおって、なんか歌えちょっとなんかやれって言われたらやったり一緒に遊んだりする中できっと磨かれていったものをっていうのもあるし、まあそれはもう個性もありますよね。それをやるやらないとかもあると思うんですけど、まあそんな中で、まあサラ・ボーンっていうのはピアノも弾けたし、比較的そのミュージシャンのこともすごく理解した上で、なんかすごくその、より、まあ器楽的なって言ったら変やねんけどね、器楽だって歌ってるから、ほんまきりない話になるけど、まあそういうなんかスタイルっていうかを作っていったと思うし、で、ジャズボーカル何かって言われたら、それはさっき言われた、そのジャズのバンドで歌ってたらっていうのは一理あると思う。で、そこで一緒にサウンドできたら、そうやな。一緒にそこでサウンドできたらジャズシンガーなんじゃないですかね、とねは思いますけど。え。さっきから話は、アフターアワーって結構出てきてるけど、アフターアワーって多分知らん人は、僕らそっか、ごめんごめん。本編のところがあって、で、そのアフター、その時間の後に、まあ、要はセッションしたりね、要はこう、名古屋なんかだったらこう、ラブリーによると、だいたいスターアイズで終わった人が来て、で、名古屋はいいな。ブルーノート終わった人が来て、もう今亡くなってもんだけど、で、なんかね、俺もありがたいこといろんな人とセッションさせてもらったけどな。あ、そういうので、こう、そこってこう、お客さんはどうでもええから、自分たちの実験的なこと出るから、できるから、ねえ。なんかやれって言われて、そこで、なんか出せるか出せないかっていうのが次の仕事につながったりもするとか、今もほとんどないな。なくなってきてるんかな、なんかそう、本当にジャズってもうセッションしていくみたいなね、まあ、この時代がきっとそういうふうにジャズが生まれたから、きっとそうやってジャズ生まれたから、私らもなんかそんな感じで日本にも伝わって、なんかそういうふうにやってたのの名残というか、いろいろこう私らも経験できたんでしょうけどね。マイルスだってそんなめちゃめちゃ即興的にやってるわけやん、本番ね。だけど多分もうこの時代とかやったらもうほんまそれで、みんな自分のサウンドは何やねんっていうところで競い合ってたからさ、なんか俺らはこういうサウンドや、俺らはこういうサウンドやみたいなさ、それがね、本当言ってたようにもうすごいスピードでどんどんみんながそれぶつ、ね、なんかバンド同士が、で、あっちのサウンドなんか新しい、なんか面白いってなって見に行くとか、逆になんか自分らのスタイル貫くとか、なんかそういうすごいこう、なんかそんなあったやな、なんかそういうのはなんかやりたいなとは思ってたのがあったよね、なんかそれね、なんかそ最近れ、のね、子たちはやっぱバンドで一生懸命活動してる子が、なんか多い気がして。俺はすなんかごそいれよ、が。でも本当なんかもう分からへんような音楽やってて、すごいよ、ね。まあだから、またまあコロナがそれをちょっと阻んでるとこもあるけど、またコロナ落ち着いたら俺は結構あっちこっちの、なんいや、か、すごいと思うよ。昨日その話になって、もうすごい絶対爆発すると思う。若い子たちなんてもうなんかもう全然違うムーブメント来る気がする。ね。で、この時代もでもさ、
結局さ、世界恐慌とかあった後にさ、ブワってジャズは広がってたりするしさ、なんかあるごとに禁酒法とかあったからこっそりみんなやったりとかして、そんなんでくぐってきてるやん。で、でもエラもサラもこうやって見るとさ、空もみんなほんと個性的だよね。自分のスタイルで歌ってるよね。ほんとそうよね。まあ、すごいと思います。まあ、でもまあね、この3人はまあ、知らんわけにいかんもんな、一応。どうやろ、まあ、知らんでも構えへんけど。でも、まあ、聞いてみて、なんか、最初、いいんじゃない？ 3 人聞いてみて、どれが好きか、自分が思えばね。まあまあ、そそっれだけからね。ね、い自や、分を見つかるんじゃない？そうそうそう。なんかね。こう、いや知らんわけにいかんって、ミュージシャンで知らんかったらやばいやん。だから俺、ドラマで、サラの曲みたいな感じで、よう言われるからな、あんな。あ、そうなんや。言われるから。で、そら知らええー、ん。それはなんか、ある。ドだから、ラマの意見として面白い。まあ、俺らね、サポートミュージシャンやから、ドラムって。だから、このアルバム知らんのってめっちゃ昔言われたな。で、今でもあるけどな。ああ、そっか。でもなんか、歌のアルバムをいっぱい聴いてくれてるミュージシャンって意外と少なかったりもするから、なんか、そうやってね、嬉しいけど。なんかあのアルバムのあの感じとか言われて、まあね、あの感じって言って、そのどうなんやって感じやけど、そのこの人たちが作り上げたものをそういう形で言うっていうのはどうかもと思うけど、やっぱりでも、譜面面だけではどうしてもわからんところを、お互い共有で聞いてる感じによって、こう、サウンドが、なんかある程度作れるっていうのはやっぱあったりするからな、やっぱり。そういう意味でやっぱりこう、この辺は知ってた方がええんちゃうかなって思いますけど、ただ、リスナーの人はね、ほんまにこう、聞き比べるとなんかこう、面白いなって俺は思ってて、どっち好き言うのはね、結構わかりやすいんや。どっちでのも方。さ、それってさ、結局さ、自分を探してるんやよね。ああ、自なるほど。分にどこ、何がアンテナが今の自分にぴったりくるかを探す作業、探す旅 ね、出会いも含めて。だって、昔やとさ、ほんまにこの、アルバム買おうと思ったら、お小遣いでこう買って、今だって YouTube でクリックしたら全部聞けるから。しかもさ、今 YouTube ってな、レコードより音良かったりすんねんで。そうなの？ハイレゾとかもなんかアップしてたり。だから、そうか、すごもいね。う、まあ、レコードとか以上っていうわけじゃないけど、まあ、CD よりは音がいいやつが多い。すごいどっちがええねんっていう話だね。CD 買うよりも音ええんかいみたいな話やけど。なんかでも私らのその前の方がもっとすごかったんだけどね、やっぱレコードしか聞かれへんかった時代から CD になった時点で、まあ、だいぶ音って変わってしまったから、そこからはあんま変わってないんかもしれんね。CD から今の音源っていうのはそんな変わってないけど。まあでもレコード世代の人らは今、私らが言ったの何十倍やんね。そこです。それこそレコードなんて高くて買えなくて、必死にジャズ喫茶行って、もうこの5分を聞き逃すものかって、それでコピーしたんやからさ。ジャズまあ喫茶。日本でそれやもんね。でもこのシンガーたちもそうやし、チャーリー・パーカーのさっきも話もあったけど、ビバップの言語なんて伝え聞きで流行っていったんやから、すごいよな。まあ、そうやな、覚えてやっていくわけからな。それをチャーリー・パーカーが、あれをああいうふうに吹いた、あれは何やろうと思って、必死でその場で聞いてキャッチしたりしたわけや。すごいよね。だって、マイルスのやつあるやん。マイルスが夜中2時な、3時ぐらいで寝とったら、JJ ジョンソンがガー叩いて、で、今日やってた、パーカーがやってた、コンファーメーションの4小節目って、どうやって吹くんやったか。ピアノ前でトロンボーン吹いて、マイルスが弦楽器まで吹いて、こうやったって言って吹いて、ありがとうって言って帰ってきたとか、ね、だからそんなんの連続やんか。だってさ、セロニアス・モンクの、なんかの動画とかも見た時も、みんなで分析してんのよね。なんかメモみたいなの渡されて、分からへんのよね。みんなそれの理解ができん。でも、ああ、弾いてたぞ。ここはどういう意味だよとか言ってさ、なんかもう、ほんますごいよね。まあ、そんな、なんか学生時代の興奮してる状態がずっと続いてるみたいなのかな、やっぱり。だからそういうな、ずっとそのミュージシャンっていうのはそういうものやと思うし、まあそう、いつまでもありたいなと思うけど。で、サラの言葉で、ちょっと私も最近知った言葉で、ちょっとなんか、あれやけど、もう本当に、
教えたくないぐらいの言葉だけど、マジですか？なんか、やっぱりその管楽器奏者が、たくさん、まあ、フレーズ吹く中で、なんか、歌は、その、もっといろいろ歌えるんじゃないですかみたいな変な質問された時に 変な質問やねんけど、サラが、まあ、それはどうかしらねみたいな感じで答えてて、絶対そんなことないねんか。サックスみたいに歌うのは、やっぱすごく、声っていうのは、まあ、トロンボーンぐらいの不器用さ、楽器としてはと思うんですけど、で、サラは多分なんかそこをすごく少ない音符でたくさん吹いてるように、どう歌ったらいいかと思ったみたいなことを言ってるのを見つけたのよね。それはなんかすごいなと思ったな。それはすごいなと思って、彼女のスキャットに対してなんか、ああ、なんか、うん。ちょっとびっくりした、最近。そんなのもあんねんな。まあでちょっも、とトロンボーンぐらいだよ、やっぱなんかね、歌はなんか。ああ、なんかこの間ボーカルの人がトロンボーンは、なんかどうしても音域とか歌い方が被るから、なんかサックスと一緒の方がいいって言ってた人がいて、あ、やっぱ、そう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 、あ、一緒にやるときはね、だから自分自身がトロンボーンやからやと思う。ああ、そうなんや。同ね。じ楽器みたいな感じになってしまうね。うん、それもでも人によるねんね。なんかこうサックスがハマる人、トランペットがハマる人とかあるよね。あるよな。うん。な、トランペットっぽい声とか、スキャットのイメージやとサックスの人とやった方がハマるしとかさ、クインテットやと。あるかもね。なるほどな。まあな。でもまあ、結局はさ、なんかこう、俺らこの人たちみたいになられへんけど、なんかこういうのってさ、さっきの JJ ジョンソンの話とか、俺も読むとさ、笑ってしまうっていうか、俺らもそういうとこあったやんみたいな、夜中さ、このアルバム聴いて、これやりたいって言ってきた人とかおったから、今日このアルバム、この曲、あ、このアルバム聞いたけど、絶対今日ライブでこれやりたいねんって言って、全然そんなことならへんねんけど、めちゃくちゃになるんやけど、なんかもう、その音楽で興奮してみんなでこう、切磋琢磨してるって感じはすごい大事やなと思うけどな。そそうやこがと別にね、この人らもうほんまに神様みたいな、さっき言った宇宙人みたいな人やからな、ほんまに。この時代でこういうふうにあって、で、しかも、後世に名前が語り継がれるってことは、まあ、特殊中の特殊やからさ。そうやまあ。と。でもね、そういう意味では、僕らこんな感じで好きでたまらんのやっていうのが伝わればいいのかなと思いますんで、まあ、今日はサラ・ボーンとビリー・ホリデーのね、こちら、リンク貼っときますね。で、エミちゃんのチャンネルと、もちろんエミちゃんの CD のリンクも貼っとくので、ありがとはい。ありがとうございました。お疲れ様でした。うございます。ありがとう、お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作るときのモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。